イベント一緒に過ごせないやつとか、恋人感なさすぎてつまんないし。だから別れよう。え？パティシエとして働く私は、休みが合わないことから、バレンタインに恋人に振られてしまった。そして、そのちょうど1年後、私を振った元彼と再会する。休みがあったとしても、お前とは付き合えないわ。だって、料理下手くそじゃん。料理できないとか、彼女として失格じゃない？新しくできた彼女と一緒になって、お菓子は作れても、料理が壊滅的にできない私の心を追い詰めてくる。もうやめてよ。それ以上、彼女を侮辱するのはやめてください。心が折れかけた私を助けてくれたのは、私は斉藤美優。パティシエとして毎日忙しく働いている。幼い頃からずっと目指していた職業だったから、お菓子の甘い香りに包まれる日々はとても充実していた。私がこの職業を目指すようになったのは、小学生の頃のある出来事がきっかけだった。よーし、できた。私はその日、初めて自分でクッキーを作った。オーブンの操作など、わからないところは母に頼ってしまったが、ほとんどの工程を一人でこなすことができたのだ。黒い天板の上に、きれいに並んだ星の形をしたクッキー。うまくできた嬉しさから、それが金色に輝いているように見えた。これを自分だけで食べてしまうのは、なんだかもったいない。友人にも味見してほしい。そう考えた私は、クッキーが冷めてからラッピングし、それを持ってよく遊ぶ近所の公園へ向かった。誰かいるかな？いつも放課後は約束をせずとも、自然とそこに集まっていた。だけど、その日は誰も来ていない。帰ろうかな、とキビスを返そうとしたその時、すすり泣くような声が聞こえた。振り返って公園の中をよく見ると、男の子が木の陰にうずくまって泣いている。少しだけ見えた横顔は見覚えがない。同じ小学校の子ではないということだけが分かった。どうしたの?恐る恐る近づいて、軽く肩を叩いて声をかける。男の子はびくっと一瞬震えてから、顔を上げた。何か言おうとしているが、しゃくり上げてしまっていて、うまく言葉が出てこないようだ。無理して話さなくていいよ、という思いで、ゆっくりと彼の背中をさする。すると少しずつ呼吸が整ってきて、ヒックヒックという声は出なくなっていった。そうだ、これあげる。私は友人にあげるつもりだったクッキーを男の子に手渡した。どうして泣いていたのか理由はわからないけれど、きっと何か悲しいことがあったからだ。悲しい時は甘いものを食べたら元気になるよ。私がそう笑いかけると、男の子はその大きな目をパチパチと何度か瞬かせ、そしてクッキーを受け取ってくれた。包みを開き、その中の一枚を取って口に運ぶ。私はその様子をじっと見つめていた。咀嚼してから飲み込むと、男の子の顔が明るくなった。おいしい。本当？やった？男の子はあっという間にすべて平らげてしまった。元気になった彼は、バイバイと大きく手を振って、どこかへ去っていった。ここから私のパティシエへの夢は始まったのだ。あの男の子のように私が作ったお菓子を食べて笑顔になってほしい。その思いで私はお菓子作りに励むようになった。
夢を叶えた今でも、あの時の男の子の顔をよく思い出す。涙に濡れていたのが、クッキーを食べたら途端に眩しいくらい明るい表情になったことを。そうすると、うまくいかなくて落ち込んでしまった時でも、頑張ろうという気力が湧いてくるのだった。そんな私でも、頑張れないことがある。それは、料理だった。私は、お菓子は作れるのに、なぜか、普通の料理が全くできなかった。目玉焼きという、卵を割って焼くだけのものですら、まともに作れない。中学生や高校生の頃にあった調理実習では大変だった。同じ班のクラスメイトたちが、こぞって、みゆなら簡単にできるでしょ?と、任せようとしてきた。料理ができないことを知っている友人が、丸焦げになって試食分がなくなるよ、と言ってくれたおかげで、私は簡単な役割を与えられて美味しくできたのだが、なんだかそれもそれで悔しい話だ。どうしてお菓子は作れて料理ができないのだろう。そう真剣に考えたことがある。その結果、お菓子は一つ一つの工程を丁寧に落ち着いてこなすことができるが、料理は複数の工程を同時進行しなければならず、混乱してしまい、何からやっていいかわからなくなってしまうからだという結論に行き着いた。家族も私の料理下手については諦めていた。両親が仕事で遅くなる日に、先に夕食を食べておいて、と言われても、その後に、どこかで買ったお弁当とかね、と付け加えられる。私が一人で勝手に作ったら、火事になるとでも思われているのかもしれない。でもある日、料理を振る舞わなければならない場面がやってきてしまう。私には、3年付き合っている彼氏がいた。彼、福田直樹とは、友人の紹介で出会った。何度か仕事帰りに食事をしたりするうちに仲が深まり、彼の方から交際を申し込まれた。私たちはよく寝る前に電話をしていた。毎日のメッセージも欠かさない。一緒に行きたい場所などについて話はしているけれど、なかなか実行はできていなかった。休みが合わないのだ。直樹はサラリーマンだから土日祝日が休み。対して私は平日が休みになることが多く、基本的に土日祝日は仕事をしていた。さらに、私は仕事上、クリスマスやバレンタインなど、イベント期間はとても忙しくなる。だから、クリスマスを一緒に過ごして、プレゼントを贈り合ったりなど、恋人らしいことができていなかった。会うのはもっぱら、夜にどちらかの家でだった。それである時、直樹に、みゆの手料理を食べてみたいな、と言われてしまったのだ。恋人からのお願いに、料理ができないから、と断ることができなかった。すぐ作れる簡単なものなら、ボロボロにならずに完成させられるかもしれない。そう考えた私は、レシピサイトで、簡単、短時間、というキーワードで検索して出てきたものを作ることにした。その結果、え?これ?レシピ名は、簡単、おいしい肉野菜炒め。人参やキャベツ、もやしなど、それぞれ色が違うはずの野菜を使ったのに、どれも同じ焦げ茶色になってしまっている。落胆したような様子がありありとわかる視線。唇の端がピクピクと引きつっていて、料理をテーブルに並べてから数分間は手をつけない様子を見て、私は、申し訳なくて仕方がなくなってしまった。うん。出前、取ろうか。一口食べてから、直樹がそう言った。今までにも料理を失敗して悔しくなることはあったが、泣きたくなるくらい苦しくなったのは初めてだった。あ、でも、私が作ったケーキなら。挽回しようとそう言ったが、甘いものは太るから、
あまり好きじゃない。と、一蹴されてしまった。それ以来、会う時の食事は、どこかへ食べに行くか、出前を取るか、テイクアウトを買って帰るかの、どれかになった。みゆの料理下手すぎて本当びっくりしたわ。なんで簡単なものも作れないんだろうな。そんなの、私だって知りたい。何度もあの料理のことについて思い出しては、バカにしてくる直樹に、私の心は少しずつ消耗していった。会う頻度も減ったし、そろそろ潮時なのかもしれない。そんなことも考えるようになったのだった。バレンタインが間近に迫ったある日、私は直樹のためにチョコレートを作っていた。彼は甘いものがあまり好きではない。そんな彼でも食べられるよう、高級カカオと洋酒を使って、甘さ控えめだけど、香り高いものを作れるように試作を重ねる。小さいながらも自分の店を持てた私は、店を閉めた後にもチョコレート作りに勤しんでいた。バレンタインの時期にはチョコレート菓子の売り上げが伸びる。そのため、普段よりも多めにチョコレートケーキを作っているから、ずっと店からカカオの香りが消えない。付き合ってから毎年バレンタインにはお菓子を渡しているが、食べてもらえたことはない。家にいる時に一緒に食べようと言われ、結局全部私が食べることになってしまっていた。でも、今年こそは、私は最高のチョコレートを作ろうと意気込んでいた。そして、当日を迎える。例年のごとくその日はずっと忙しく、店を閉めたのは遅い時間になってしまった。でも、今日中に直樹にチョコレートを渡したい。その思いから、自分の家ではなく、彼の家に向かった。合鍵は持っていないので、インターフォンを鳴らす。おーい。あ、私だけど、今ちょっといいかな。スピーカー部分から疲れたような直樹の声がした。いつも夜に電話をする時間よりは早いから、まだ寝てはいないだろうと思っていたが、眠くなってしまっていたのだろうか。ガチャと扉が開き、直樹が顔を出した。眉間にシワが寄っていて、眠いというよりは不機嫌そうに見える。彼はいつもよりもずっと低い声で、何？とだけぶっきらぼうに言った。これ、バレンタインのチョコ、どうしても今日中に渡したくて。私がそう言って紙袋を持ち上げると、さっとそれを受け取った。別に、すごいとも、ありがとうとも言われたかったわけでもない。だけど、あまりにも無関心なその様子が、なんだか、とても悲しかった。悪いんだけど、もうこういうのやめない。え？やめるって、どういうこと？すぐ理解しろよ。そう、ぼそっとつぶやかれた言葉が、耳に突き刺さる。俺、甘いの嫌いって前にも言ってあったじゃん。それに、イベント一緒に過ごせないやつとか、恋人感なさすぎてつまんないし。だから別れよう。え？私はショックからどんどん視界が下がっていく。ガシガシと頭をかいてだるそうに言い放った直樹。仕事着から着替えたのであろうラフな雰囲気のパーカー。そして玄関に置かれた男物の革靴と明らかに女性物であるヒールのパンプス。それを目にしてしまった瞬間、部屋の中から知らない女性の声が聞こえた。直樹、ご飯できたよ。勢いよく顔を上げる。女性の姿は見えなかったけれど、室内からはいい匂いが漂ってきていた。あの子、料理も上手だし休みも合うし、一緒にいてすごい楽しいんだよね。じゃ、そういうことだから。バタン、ガチャ、と、
私に有無を言わさず、即座に扉を閉めて鍵をかけられた。こんなの、あんまりだ。直樹にとっては、最近会わなかったから別れたつもりだったのだろうか。休みが合う人の方が良かったのか。料理ができる人の方が良かったのか。あまりの悲しみに私は、しばらくその場から動けなかった。唇を噛んで、涙をこらえるのに必死で、足を動かす気力もなかった。しかし、いつまでも扉の前にいたら、アパートの他の住民に不審者だと思われてしまうかもしれない。別れを告げられてから何分か経って、ようやく私はその場を後にした。私は自宅に向かって歩みを進める。直樹の家からそんなに遠くはなく、いつもなら15分くらいで着くはずが、今日はその倍以上の時間がかかっているような気がした。のろのろと帰宅しているうちに雪が降ってきた。ふわっと軽いものではなく、水分を含んでじっとりと重たいみぞれのようなものだった。肩に落ちてきて、じわじわとコートに染み込んでいく。早く帰ろう。転ばないように気をつけながら歩くスピードを上げた。帰り道の途中にある公園に差し掛かると、こんな時間に誰かがブランコに座っているのが目に入った。少し離れたところからでも背の高そうな男性だということが分かった。何をしているんだろう。ピクリとも動かず、うなだれたままだ。雪がどんどんその人に降り積もっていく。ずっとここにいたら風邪をひいてしまうだろう。そう思った私はその人に近づき、大丈夫ですか?と声をかけた。近所迷惑にならないように声量を落としたとはいえ、彼の耳には間違いなく届いているはずなのに返事はない。風邪ひいちゃいますよ。もういいんだ。何もかも嫌になった。放っておいてほしい。何もかも嫌になった。私も今まさに同じ気持ちだ。でも体調を悪くしたらさらに気分を下げてしまう。これもしよかったらどうぞ。私はカバンからチョコレートを取り出した。直樹のために作ったものだが、余った分は自分で食べるために持ち帰ってきていた。ちなみに今まで試作をしていて食べきれなかった分も持ち帰り、自宅の冷蔵庫に置いてある。悲しい時は甘いものを食べたら元気になりますよ。私は男性に対しても、そして自分自身にも言い聞かせるように明るい声で言った。そう、私のこの悲しみも甘いもので乗り越える。しばらくはなくならなさそうなチョコレートを食べて、悲しみと一緒に消化してしまおう。私の言葉に男性はパッと顔を上げた。そして恐る恐るチョコレートを手に取り口に運んだ。おいしい。ふわっとほころぶように笑顔になる男性。よかった。また私のお菓子で誰かを笑顔にすることができた。じゃあ私はこれで。満足した私は男性に背を向けた。私も早く帰って暖かい家でチョコレートを食べよう。そう思ったその時。ちょっと待ってくれ。男性に腕をつかまれ、危うく背中から転びそうになる。どうしたんですか?このチョコレート、どうか商品化させてくれないか?商品化?一応私のお店には似たようなチョコレートがいくつも並んでいるが、私が首をかしげていると男性はいそいそと何かを取り出して私に差し出してきた。それは
名刺だった。大手製菓メーカーの名前と代表取締役社長という肩書きのところに西村大和という名前が書かれている。あなたが社長の西村さんですか？ああ、でもなったのは最近で、僕の父が急逝したことで新たに就任することになったんだが。西村さんが今置かれている状況について説明してくれた。元社長である父親は人望があり、多くの社員から支持を得ていたが、自分はそのようにうまく会社をまとめられないということ。それどころか、父の代からいて信頼していた人に自社開発の新商品を他社に持ち込んで売られてしまったということ。このことを皮切りに業績が下がり始めてしまい、無力感とショックから衝動的に飛び出し、戻る気にもなれずにずっとここにいたということ。あなたのこのチョコレートは今まで食べたものとは全然違う。甘さが控えめなのに香りが芳醇で、ぜひいろんな人に食べてもらってこの美味しさを知ってほしい。うちの会社で販売させてもらえないだろうか。西村さんの目は先ほどまでとは全く違い、力に満ち溢れていた。暗い中でもはっきりわかるくらいにキラキラと少年のように輝いている。何度も試作をして完成した自分の中でも傑作といえるお菓子、それをこんなにも褒めてもらえて、私は素直に嬉しかった。私は力強くうなずいた。はい、ぜひお願いしたいです。こうしてチョコレートの販売に向けて西村さんの会社と協力することになった。もともと使っていたのは高級なカカオに洋酒。このままのレシピだと商品として流通させるにはコストがかかりすぎるとのことで、まずはレシピから見直すことになった。手に入りやすいよう比較的安価な材料を使いながらも味は落とさないように、私は何度も試作と味見を重ねた。自分だけまだバレンタインが終わっていないかのようなチョコレート尽くしの日々だ。できた。そしてついに元のチョコレートと変わらない味のものが完成した。西村さんの会社の開発部と一緒に出来上がったものを味見する。そこには西村さんの姿もあった。どうですか？開発者の私としては申し分のない出来栄えだと思っている。周りの様子を伺うと、みんな笑顔でうなずいてくれた。うん、美味しい。これなら絶対に売れるはずだ。西村さんからもゴーサインをもらったそのチョコレートが販売されると、それは瞬く間に話題となりヒットした。メーカーの商品としては少々値が張るものの、ちょっとしたご褒美にと SNS で紹介されたのである。パッケージに監修者として私の名前が入ったことで、店も一躍人気店となった。おかげで今まで一人でやっていたのが手が回らずに人を雇うことになるほどだ。あなたのおかげで業績も回復してきているよ。本当にありがとう。雪の日にブランコに乗って縮こまっていた背中が、今は社長としての頼もしさをしっかり感じさせる大きな背中となっていた。会社の危機の中でも諦めずに一緒に頑張ってくれた社員の姿を見て、自分には信頼できる仲間がいることに改めて気がつき、自信がついたという。その笑顔がまぶしくて、私は目を細めて笑ったのだった。今回のお礼に食事でもどうかな？西村さんにそう誘われた私は二つ返事で了承し、自分にできる最大限のおしゃれをして待ち合わせ場所へ向かう。外に出て空気の冷たさにぶるりと体を震わせた。季節は巡り、またバレンタインの日がやってきていた。1年前の苦々しい思い出は商品開発の忙しさですっかり埋もれ、ふとした時に直樹のことを思い出しても
苦しくなることはない。すでに西村さんは待ち合わせ場所に立っていた。私に気がつくと笑顔を浮かべて手を振ってくれる。この時期は忙しいのにありがとう。いえ、お店は従業員に任せてきたので。並んで向かった先は有名な高級レストランだ。街には手をつないで歩くカップルであふれている。みんなもうチョコレートをあげたりもらったりしたのだろうか。私と西村さんは周りからどんな関係に見えているのだろう。そう考えかけたところでブンブンと首を振った。違う違う、これはお礼であって他意はない。そう言い聞かせても首や耳のほてり、速くなった心臓の鼓動はすぐには収まらなかった。レストランに到着しクロークに荷物を預けていると、後ろから聞き覚えのある声がする。ミュウ？ミュウだよな。はっとして振り向くと、そこには直樹が立っていた。その隣には綺麗に着飾った女性がいて、彼にしっかりと腕を絡めている。新しい彼女だろうか。二人は私のことをじろじろと寝踏みするように眺めた。そして直樹が、お前甘いものの食べ過ぎで太ったんじゃないか、などと鼻で笑いながらバカにしているとしか思えない口調で言ってきた。その言葉に同調するように女性もクスクスと笑い出す。私はうつむくことしかできなかった。西村さんが近くにいるのにそんなことを言われて、なんだかひどく悲しく惨めになったのだ。ミュウさん、この方々は？戻ってきた西村さんが不思議そうな顔で私と直樹たちとを交互に見た。元彼ですとは言えずに、知り合いですと返すと、まだニヤニヤと笑いあざけるような表情を崩さない直樹が、冷たいなとわざとらしく肩をすくめる。大手広告代理店勤務の元彼ってちゃんと紹介してくれよ。あ、でもエリートに振られたなんてショックで言えないか。西村さんは黙ったまま私より半歩前に出る。新しい男か。俺の時みたいにイベントは仕事ですっぽかしているのかと思ったら、今度はちゃっかりディナーデートかよ。俺の時にもそうしてくれていたらもうちょっと付き合ってやったのにな。聞かれてもいないことを直樹は勝手にペラペラと喋り続けた。どんどん声が大きくなっていき、周りの人たちもなんだなんだと彼を見ながら通り過ぎていく。自慢話と人を見下す時に声が大きくなるのはプライドの高い彼の癖だった。まあでもたとえ休みがあったとしてもお前はな、だって料理下手くそじゃん。料理できないとか彼女として失格じゃない？本当にそうだよな。あ、今の彼女はお前とは違って家庭的でめっちゃ料理うまいから、食べたいもの言ったらすぐ作ってくれるんだぜ。お前には絶対できないだろ。もうやめて。浴びせられる言葉に私の心がズタズタになっていく。去年のバレンタインに感じたものよりもっと強いショックが私に襲いかかってくる。あ、言い忘れてたけど、去年お前からもらったチョコまずそうだったから捨てたわ。本当、別れてよかったよ。それ以上彼女を侮辱するのはやめてください。私の前に西村さんが立ち、その広い背中で直樹の姿を見えなくさせてくれた。その凛とした声にその場が一瞬静まり返る。彼女はパティシエとして他に類を見ない才能の持ち主ですよ。はあ？なんだよお前。私は体を傾け、西村さんの背後から直樹を見た。えきり立った彼は不機嫌そうな顔で
西村さんに近づこうとするが、それを手で制して名刺を直樹に差し出す。え？代表？取締役？それにこの会社って最近流行りのチョコレートの？名刺を覗き込んだ女性が驚いたように声を上げた。直樹も彼女と同じように目を丸くする。しかしその顔の中にはただの驚きだけではない、いろいろな感情が混ざっているように見える。そのヒット商品は彼女の協力があってできたものです。え？じゃあ、あの人気店のパティシエ斉藤美優ってこと？買いたくてお店に行ってるのにすぐ売り切れちゃうの？先ほどまでのバカにした様子とは一転、女性は嬉しそうにぴょんぴょんと跳ねた。女性には目もくれず、西村さんはじっと直樹を見つめている。あなたの勤めている代理店にはうちも広告を依頼していましたね。ただあなたのような失礼な社員がいるところとは付き合いを改めさせていただきたいんですが。淡々と言い放つと、直樹の顔がどんどんと青ざめていく。西村さんの会社といえば話題の企業の一つ。そんな会社との仕事が自分のせいでなくなってしまったとなったら、ということを考えたのだろう。あの、それは、ちょっと。うまく言葉が出てこないのか、あわあわと口を震わせながら、直樹が逃げるように立ち去っていった。美優さんと写真撮りたい？と言っている彼女の腕を無理やり引きずっていく。ミーハーな女性なのだろう。あんな風に見下されなければ嬉しい言葉だったが、急に手のひら返しをされて複雑な気持ちだ。ふう、ようやく静かになりましたね。西村さんが苦笑しながら私の方に向き直った。慌てて出て行った拍子に直樹が落としていったのだろう名刺を拾い上げ、そのままポケットにしまう。本当にすみません。ミュウさんが謝ることではないよ。じゃあ行こうか。一悶着あったものの、ようやく私たちはテーブルに着くことができた。美味しい料理に舌鼓を打ち、ワインの影響もあってか西村さんとの会話が弾む。そういえば先ほどの男性は？元彼と言っていたけど。にこやかな表情から打って変わり、真剣な顔になる西村さん。ああ、はい、ちょうど1年前に振られて、バレンタインに振られちゃったんですよ。あはは、と気まずさを振り払うように無理やり笑顔を作る。もう苦い思い出は消化しきったと思っていたのに、いざ本人が目の前に現れてしまうと、また記憶が蘇ってきてしまった。バレンタインって公園にいたところを助けてくれた日じゃ。はい、あの時は直樹の家から帰るところだったんですよ。当日中に渡したいと思ってチョコレートを持って行ったけど、でもあのまま付き合い続けていてもきっと私は幸せになれなかっただろう。あの日に振られて西村さんと出会えて今の私があるから、逆に良かったのかもしれないですね。私がそう言うと、また西村さんが穏やかな表情に戻ってくれた。ミュウさん、実はあなたと初めて会ったのは去年のバレンタインの日じゃないんだ。え？幼い頃、俺はあなたからクッキーをもらった。星型のとても美味しいクッキーを。じゃあ西村さんがあの時の男の子？私がパティシエを志すきっかけ。うまくいかない時に思い出したら自然と元気になれるあの笑顔。まじまじと西村さんを見つめる。確かにそう言われるとなんだか面影があるような気がした。あの日父と出かける約束をしていたのに
仕事でキャンセルされて、あそこでいじけて泣いていたんだ。そうだったんですね。俺はあなたに二度も助けられた。悲しい時は甘いものを食べると元気が出るっていうセリフを聞いて、すぐにあの時の女の子だって分かった。あの言葉は今でも俺にとっては魔法の呪文みたいな言葉なんだ。学校で、部活で、習い事で嫌なことがあったら、帰って甘いものを食べて元気を出す。そして今も、仕事で行き詰まったら、一緒に開発したチョコレートを食べているという。私も大好きな言葉なんです。幼い頃からずっと母にそう言われて育ったから。私の実家にはおやつを溜め込むための箱があり、その中のものは好きに食べていいことになっていた。中身が減ってもすぐに補充される。クッキー、チョコレート、マシュマロ、バームクーヘン。無限にお菓子が湧き出る魔法の箱だと思っていた時期もあった。俺はずっとあなたのことが忘れられなかった。大人になって再会できたのも運命じゃないかって思っているんだ。私も運命なんじゃないかなって思っています。だって子供の時に西村さんが美味しいって笑ってくれたからパティシエを目指すようになって、夢を叶えたらこうして再会して一緒に仕事ができて、ミュウさんと優しく名前を呼ばれて思わず背筋が伸びる。俺と結婚を前提にお付き合いしてくれませんか？はい。耳まで真っ赤にした西村さんが差し出してくれた手を取り、私は何度もうなずいた。あと、あの元彼だけ名前で呼ばれるのは尺だから、俺のことも名前で呼んでほしいなって。そうそっぽを向きながら言う様子が可愛らしくて、自然と頬が緩む。大和さん、これからよろしくお願いします。それからも私たちはお互い仕事で忙しい日常を送っていた。でもどうにか時間を作り、時々どこかへ遠出することもあった。私の料理の腕は相変わらずだ。大和さんのために何か作りたいと挑戦してみても全然うまくいかない。料理は俺に任せてくれ。なんと彼の料理はプロ並みに美味しくて、私は素直にお任せすることにした。代わりになるかはわからないが、私はよく甘いものを作って振る舞っている。彼からは星型のクッキーを作ってほしいというリクエストをもらうことが多い。私たちの思い出の味と言うべきものだからだろう。私と大和さんの会社とのコラボはあのチョコレートで終わったわけではない。新しいものを出すたびにヒットし、今や主力製品と言っても過言ではないくらいになった。チョコレートを使ったものが多いため、バレンタインの時期には工場をフル稼働しても生産が追いつかないほどの売れ行きだそうだ。そして月日が流れる。私の名前は西村美優となった。美優さん、俺と結婚してください。プロポーズの場所はあの高級レストランだ。交際記念日など特別な日に何度か訪れていた場所。大和さんはまっすぐで迷いのない言葉とともにバラの花束と指輪を送ってくれた。その時の彼の顔は花に負けないくらいに赤かった。驚きと嬉しさから頬に両手を当てる。冷え性気味の私の手のひらが一瞬で温まるくらい熱を持っていた。そこは大和さんの顔と同じ色に染まっていたのだろう。はい。交際を申し込まれた時と同じように私は即座に答えた。答えを渋る理由などなかったから。しばらく嬉し涙が止まらなくて大和さんを困惑させてしまったのも今ではいい思い出だ。そして私たちの結婚式の日がやってきた。
結婚式の見送りのプチギフトは彼の希望で私が作ったクッキーとなった。でも私たちの始まりのそれとは少し違う甘さ控えめのチョコチップを練り込んだものだ。私たちの思い出の結晶である。大和さん、私あなたに出会えて本当に幸せです。うん、俺もだよ、ミユ。ゆったりとした時間が流れる休日、私たちは顔を見合わせて二人の大好物となったクッキーを頬張る。今までの苦労を乗り越えて手に入れた幸せはとても素朴で優しい味で、何者にも代え難いものだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。